さん、こんにちは。宮瑠璃花です。この度 YouTube チャンネルを開設しました。第1回目は38の質問に答えていきたいと思います。大型9月12日です。乙女座、守りの猿、スバルと各方の王宿です。演じること、歌うこと、踊ること、そしてこれからはジェンダーのないジェンダーフリーな表現者としていろんなことに挑戦していきたいです。読書、音楽を聴くこと、飼ってる猫と戯れること、動物に好かれやすい、占いの本を読むこと、お寿司、牛皮、マジパン、唐辛子系の辛いもの、お茶、カフェオレ、カルピス、米粉、かっこホタテ味、白ワイン、赤ワイン、日本酒です。最近はロロズーアイさんの曲をよく聴きます。やはり猫、動物の森、山崎努さんの俳優のノート、宝塚時代にアンナ・カレーニナという作品に2度出演させていただいているんですが、やはりいろんな方が映画化されていて、全ての映画を見たと思うんですが、中でもキーラ・ナイトレイさんが主演のアンナ・カレーニナがですね、まあ、作品は同じ、どれも同じなんですが、演出の仕方、そして映像の撮り方、そして役者の皆様の、まあ、役作りだったり、もうどれも素晴らしくて、本当に鳥肌が立ったぐらい感動したのを覚えています。で、自分が演じる時にもこの世界観に近づけて演じることができたらいいなと思い、何回も見た映画なので、すごく忘れられない映画の一つです。やっぱりグランドホテル、宝塚ファン時代にですね、好きだったスターさんの鈴鹿部真世さんの対談公演でもあり、そして自分が同じ作品、同じ役を演じることができた、いろんな奇跡が詰まった自分にとっては大切な作品なので、すごくなんかこう言葉では伝えきれない思いがある作品です。ダリア、芍薬です。イギリス、表参道と伊勢丹、神社、お寺に行くこと、運動、片付け、そしてちょっと料理、女優の夏木マリさん、秋、花瓶、できるし、やる、です。自分で言うのは恥ずかしいのですが、よく人に言っていただくのは、人の気持ちを察することができるねと言っていただきます。ちょっと恥ずかしいです。それがまた好きなところと一緒で、人の気持ちを感じすぎてしまうとか、考えすぎてしまうっていうのも、それで悩んでしまうこととかもたまにあるので、そこもまた逆に良くないところかなと思う時があります。何かこれをやりたいっていう目標ができた時に、やるまではとっても時間がかかるんですけども、それまでコツコツとですね、もう いろいろ調べ、たくさん調べて、たくさん書いたり、もうたくさん考えて妄想して、そこまではとても時間をかけつつ、やるって決めた瞬間、そこからの瞬発力っていうのはものすごく早い性格だなと自分でもたまに驚きます。ダンスに行くこと、ボクササイズに行くこと、そして家でやる筋トレです。それはもちろん、
応援してくださってる皆様、ファンの皆様とステージだったりイベントだったり、こういろんな場所で幸せな気持ちを共有でき、皆様の笑顔を見れた時が一番の幸せです。オフの日あんまりこうこれをするぞと決めずに前の日寝るタイプでして、朝起きて今日これしたいなと思ったことをすることが多いです。だからこうるっちゃんとたくさん戯れたりもしますし、買い物に行く時もあれば友達や仲間とご飯を食べに行く時もあります。そうですね、今世界的にも、大変な状況の中で、私自身も、こう舞台がなくなってしまったということもあり、何か少しでも、皆様と、つながれるものはないかなと思い、始めました。それまでも YouTube というのは頭の中にはあったのですが、私にとってはとてもハードルが高い、YouTube を私がやるなんてとちょっとずっとずっと考えていたんですが、まさにこう今こそやるべきなんじゃないかなと思いました。やはりこう舞台に立つことが多いので、エンターテインメントの楽しさというものをたくさんたくさん皆様に届けていきたいなと思います。そしてその普段見せることのない舞台の裏側なんかも少しお見せできたらいいなと思っています。あとは好きなファッションだったりメイクというものもたくさん紹介していきたいですし、ゆるい動物の動画もあるかもしれないし、いろんなチャレンジをしてみるかもしれません。もなんせ今日が第1回目で始まったばかりなので、まだまだ私も未知な世界ですが、皆様と共に作っていく楽しいチャンネルにしていきたいと思っております。宝塚に17年間男役として舞台に立たせていただいて、第二の人生がスタートしました。宝塚では経験できなかったことや感じれなかったこと、これからも心を柔軟に、心が本当に求めていること、心が喜ぶことというものに素直に生きていきたいなと思いますし、より深くいろいろな表現も皆様にお届けできるんではないかなと、いろんな可能性がまだまだ無限に、どなたもそうだと思いますが、自分にもまだまだあると思って、その可能性に一つでも多く出会えるように過ごしていきたいと思っています。はい、第1回目は宮にちなんで38の質問に答えさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。これからもですね、皆様と共に、いろんなことに挑戦しながら、成長していくチャンネルにしていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。言い慣れておりませんが、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた。